今回は、美月の仙人モードを見てある異常性に気づいた読者の反応集、読者の反応集を紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。カワキは美月の仙人モード異常に強いかな。っていうかナルトは再起不能状態死んでるになってるにしても他の主要キャラの動向がわからないからどうとも言えないな。まあサラダとか美月とか新井の鹿長とかはカワキの仲間かからメンバーと戦ってるだろうけど、ついにボルトの前に現れた全てを変える少年カワキって煽り、ついに主人公を脇役に追いやる脚本家のメアリー、数キャラ来たかと疑心暗鬼になってしまった。美月のナメプ設定マジでいらんな。もう人柄はどうあれこの設定の時点でフンキャラって感じ。住民試験のような監修命のやり取りなしの状況なら封印しても一向に構わないが、このハマる班しかいない状況で絶対強者とと相対した時くらいはナメプしないで欲しかった。容易に仙人化を装備させっからヤシのみたいに扱い辛くなってるやん。こりゃサラダがカワキをサスケと重ねて惚れるパターンだな。作者はボルサラ派だから無理だね。ポンコツなデルタちゃんそれに介入させることを許可する次元失態を最高だと称えるド M おじさん。これは小児も嫌な顔一気はしますな。ついに外国編来るか。カーマは現状二人だけか。後に既存のキャラがカーマ持ちと判明しないのかね。七班が強すぎて他のキャラが見劣りしちまう。これ以上オリキャラ増やさないでほしい。青みたいにナルトキャラを敵にしろってこと？ナルトさんのキャラが敵キャラになったらブチ切れるんだろ？ボルトは池本が担当してるんだからオリジナルのキャラが登場して当然だろ。いつまでオリキャラ言い続けるんだよ。カワキがボルトと運命的な出会いって煽り文見た時に嫌な予感した。原作キャラを省いてゴリ押しされないことを願う。ゴリ押しはしないけどこの歯を廃墟にしてナルトを殺します。サスケ死んでないなら冒頭のカワキ戦でサスケ戦えよってなるしな。サラダのシャリンガンレベル上げに持ってこい。サスケより先にナルトが戦線離脱するならいい加減義手つけるべき。ミツキといいナメプが目立つ。ナルトとサスケは死ぬとしても実力で叶わないのではなく誰かをかばって死にそう。悲劇のライバル枠カワキのゴリ押しは決まってるからな。こいつにナルトとサスケが負けるとか信じたくない。原作を壊さないでほしい。今んとこカワキが主要してくれないどうしようもないやつであることに関しては誰も異論ないと思う。まあ二部ミツキの仙人モードかっこいいからね。ミツキの仙人モード。あのシカマルの言動には安心した。まあさすがにシカマルの株落としたまま進むとは思ってなかったけど。自然って小説とアニメには出てたけど原作に出るのは初だよね。子供の頃にミツキが使っていた。このハマル班って全員ライトン使いだし全員ヘビ要素あるしで結構属性かぶりしてるな。というかミツキのパパママなオロチマル何してんの？この異変に気づいてと思ったが無限つくよみ普通に食らうようなのだしもう活躍しないんかな。アニメでは結構活躍してるけど原作では出番ゼロなんだよな。一巻に収録されてる美月外伝に出てるだけで。無限つくよみだって生きてる限り絶対買わせない真術やろあれ。まあそのうち出てきて何かしら活躍するんじゃねオロチマル。アマドとシカマルが記憶改変を受け入れられるならオロチマルもいけそうよね。サスケかシンコジの他にボルトの協力者いるとすればオロチマルくらいしかないし出てくるかも。この5人を読んでご意見番が出てくるくらいだしカカシツナでオロチマルあたりは出てきてもおかしくない。8代目ホカゲはサラダになるのかな。このハマル挟んだ方が流れとしては綺麗だけど。そもそもホカゲの制度自体なくなるんじゃねえかな。制度が変わるのはともかく柱まとまだらの夢がついえるようなオチにはしてほしくないってばよ。このハマルも萌え木が気に取り込まれてる以上、ホカゲなるよりもまず前線で戦うの選びそうじゃない。オロチマル視点だとボルトとカワキの立ち位置が変わっただけだし案外サスケが頼ってそう。あなたの親友を殺した少年と行動を共にするなんて一体どういうことかしら。事情を聞いて面白そうね。でいろいろ用意してくれそうだしヤマトをやり過ごさなきゃいけないけど。水月かりんは自由に出入りしてるから二人経由ならいけるかな。てか三年経ってもまだヤマト隊長が見張ってるのかな。まあ一番適任なのは確かなんだけどかわいそう。真正面から戦ったわけじゃないにしろカワキ眠らせられる美月すごいな。最近は戦闘面でカーマ持ち以外は蚊帳の外って感じだった分。なんだかんだ全能による書き換えって穴だらけだな。そりゃ物的証拠が山ほど残っててほとんど意識だけしか改ざんされてないんじゃねえ。サスケもボルトの傷見てその傷負ったのカワキだったはずなんだけどみたいなことを言っていたわけだし。全能自体は間違いなくトップクラスにヤバい能力だけどやろうとしたことの規模がでかすぎるからさすがにな。コードくんほんといい出番一つもなしだな。なんか二部の雰囲気はジョジョっぽいね。委員長がボルトの妻だろ。
ボルトは美月にとっての光だったのに。星の回転って何なんです？戦術の強化版とかじゃない。美月だって乾きが太陽なことに疑問持ってたしね。乾きを動かすべきではないってのは建前で、ボルトと二人きりで会いたかったからあんな行動を取ったのかも。乾きがボルトに慣れてないからな、あれってなるのものしょうがない。ボルトの主人公力がすごいことになってる。どう考えても無理があるだろってくらい荒だらけなのに、それでも思い込んでしまうのが恐ろしいのが全能。他に信じるものがあるならギリギリ保てる感じかな。サスケなら娘で、アマドなら科学。そのまま時間が経って物的証拠も少なくなってきたら完全に全能が成功するんだろう。というかアマドは娘を復活させないのか。あれってカーマが乾きにありますで、それからどうするんだろう。カーマのデータをデルタに移すだけ。サラダがおばさんになってた。シカマルが気づくの思ったより早かったな。当分はシカマルに追われる身のまま話進むと思ってた。未だにボルトの相棒のモモちゃんが一言を発してないけど、わかるってばさ、説得すみみなんかね。真珠くんたちとはどの程度敵対するんだろう。サスケがコード相手に特攻した時は唯一の味方が死んだぞ、絶望しただろう。さあ体を明け渡せーなんて灰になってたのが容易に想像できる。ジュービガやベインダでゴリ押すと思ってたから爪赤の真珠化に理屈つけてきたのは意外だった。すっかり忘れてたけど、コードのカーマも一応意識がもたらしたものだったね。ジュービもカーマも持ってきた意識が大体悪いじゃねえか。まあ本人はカブヤにやられましたし。二部になってから一度もカーマ使ってないのはモモちゃんを抑え込むためかも。そういえば相談役の二人まだ生きてたの。90歳くらいか。クラマと違ってモモ式には現状同情の余地ゼロだけど、悲しい過去とかあるんだろうか。ボルトを認めて力を貸すってだけで十分熱い展開だから、そんなのなくてもいいけど。ナルト第2部で72歳ボルト、第1部がその15年後、ボルト第2部がその3年後だから多分90歳。3代目でも断層でもなく、この2人が最後まで生き残るのは面白い。当たり前だけど忍術が活躍するとナルトらしくて安心するね。特に心電信の株の上がり方が尋常じゃない。本家で意識がどう言われてるのか気になる。ボルトのシカマルに対する当たり強くない？そんなところまで乾きのトレースしなくていいんだよ。シカちゃんが悪いわ。言っちゃなんだけど、ナルトというみんなを助けるってホカゲ像が偉大すぎて打算とか色々ありそうな、シカマルがホカゲなのは気に入らないのでは。第一部でナルト不在の時の乾きに対するシカマルの判断にも不満そうだったね。なりたいわけじゃないのにホカゲならされて色々言われるシカマル、大人になるって悲しいことだね。何一つ子供頃の夢が叶わない男シカマル。ナルトの補佐にお礼状はいないとか思っちゃったらもう逃げられんだろ。はっきり言って良いとこなしだからな。しかまるメタ的にはシナリオ進めるにあたって過去キャラとか大人キャラが追わされる失敗とかを全部しかまるというキャラ一人に押し付けられてるから当たり前だが、別にしかまるに限らず旧キャラの扱いいいとは言えんし、それが今しかまるにのしかかってるだけだろ。里に事件があったらそりゃトップに責任がのしかかる。その辺はしかまる本人が一番よくわかってるから正式なホカゲを名乗らないわけで。10で振動、15で天才。美月は結局覚悟完了できてなくて本気出せてないってことなのか。戦闘思いのほかあっさりでちょっとだけ肩透かしくらってしまった。前と違って反動なしで千人モード使えるようになってるの結構なパワーアップだよな。本人の口ぶり的に乾きよりも強いみたいだし。サラダの誕生日って3月31日じゃなかったっけ。サラダが3月31日でボルトが3月27日だよね。岸影の中ではナルサスの子供の生まれた日が近いのは激エモだったんだろうか。ボルトとカワキの2強でサラダも美月も追いつけないのかと気持ちがっかりしてたけど、それがなさそうで持ち直した。新しい敵の新規軍団結構好きだわ。何言ってもジューラさんは良いチョイスだって言ってくれそう。微妙にサラダが先なのは何か意味があるのかないのか、岸影の誕生日設定の仕方は法則が見えなくてよくわからん。同じ年くらいのナルトは九尾に乗っ取られまくってたのにボルト強いなぁ。ボルトはなんかこのまま全能が解けずにただのボルトでも別に良いって思ってそう。なんなら逆に全能を解かせないためにエイダを守る展開も来たそう。ボルト、ガン決まりすぎでしょ。すでに親父に比べて精神年齢がみそじ越えしとる。美月の激おも感情ヤバすぎる。こういうのがボルトで見たかったんだよ。しかまるも IQ200 見せつけてきて最高。ボルトが光属性すぎる。まごうことなし対応だ。この人間性はナルトの子だわ。今まで美月のボルトに向ける感情重いよなだったけど、今回のは読んで思いのほかボルトの方も美月への理解度高いんだなってなった。皆さんは美月の千人モードを見てある異常性についてどう思いました？
皆さんの感想コメントもお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。